ちは、つくばでーす。はい、今日の2部の MC さゆるです。大丈夫ですか？かっこいい、大丈夫？かっこいい、さゆる。大丈夫です。かっこいい、あまいる、あまいる、さゆる、まるいる。ありがとうございます。皆さん、じゃあまずは一言の皆さんの一人ずつ自己紹介お願いします。はい、はい、皆さんこんにちは。僕はラップを担当しているリーダーのトヨンです。よろしくお願いします。はい、スノボのボーカルを担当しているシアンです。よろしくお願いします。一人がありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、皆さんこんばんは。僕はラップを担当しているアーカリスイゴセビンです。よろしくお願いします。セビンオッパー。はい、その後、天才ウソンです。よろしくお願いします。イエーイ。すごい。はい、3人、3人、3人ありがとう、3人。何がありがとう。あー、どうも、私の。はい、皆さんこんばんは。ボーカルを担当しているスノーパノサモです。よろしくお願いします。ちゃんと分からなかったです。はい、まずは僕たちの大事なお知らせがありますが、何ですか、さん。はい、僕たちスノーパが、はい、5番目のシングル、はい、ウィケンドシークレットを、はい、1月30日発売されました。はい、そのウィケンドシークレットはめっちゃかっこいい、なんかスノーパのセクシーなところを見ることができる、はい、そのアルバムです。じゃあ、テオさんのセクシー見せてください。イエーイ。おーい、ちいちゃんだ、ちいちゃん。あー、呼ばれたなんで、いや、あ、これ、すごいですよ。じゃあ、では、はい、誰のセクシーが見たいですか、皆さん。やっぱり冬は寒いですよね。そうですね。今もっと寒くなりました。もっと寒くなりましたよね。はいはい、ね、じゃあ、では一人ずつ愛嬌タイム。愛嬌ってないじゃん。ないですよ。ないですよ。 MC だから、 MC さんから行きましょう。はい、なんか記憶残ってる
はい、はい、バレンタインデーは、おー、好きな人で、好きな人が、あー、わかりました、わかりました。さゆうさんは、はい、バレンタインとかファインズデーとか、なんか11月の11日とか、うん、何をもらえ、もらえました、あります、あります、あげることがありますか。あ、いいや、あげてます。はい、はい、どういうこと、ないですか。ないです。わかりました。はい、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 なんかバレンタインの思い出ありますか。あ、ちょっと待ってください。あります。ここの思い出は、うん、やっぱりいつもよりで、はい、たくさん、僕がさっき言ったことじゃん。はい、では、なんか僕が、はい、僕が5と記憶に残っています。あ、はい、あ、さっき、不正組さんが、はい、好きな人にもらうの日が良かったでしたよね。はい、はい、いや、だめ、はい、下げる大丈夫かな。あ、取ったの下げる大丈夫かな。おー、では、はい、おここも、はい、最後にチョコレートをあげたいですね。あげてください、あげてください。何をあげたいですか。あ、甘い色のチョコレートは、バレンタインです。あ、ファイトデイが、うん、男が、はい、はい、あ、今日は、はい、優勝の抽選会がありますが、ちょっと僕、甘い色の感じがありますが、プレゼント、みんなも全部考えてください。あ、じゃあ僕からいきます。甘い色、ゆっくり、ちょっと無駄な話をやって。はい、何の話。じゃあ、今日の MC やってる。今からテロさんが MC、今から僕が MC をやります。さゆうさん、お疲れ様でした。さゆうさん、頑張って、頑張って、頑張ってましたよね。頑張ったよね、さゆうさん、ね、頑張ったよね。はい、皆さん、そうでしたね。今日が、はい、2月14日、4日、はい、バレンタインでございます。そうですね。だから皆さんは、バレンタインの思い出とかありますか。あります。 あります。中学生の時、はい、中学生の時、あ、僕の友達が、友達が、僕に、はい、チョコレートをプレゼントします。おー、男の子ですか。男の友達が。ちょっとだけ伺いですか。ちょっと変で、あ、これは何、あ、僕の気持ちだよ。あ、食べて、はい、チョコレートの中で、はい、わなんか罰ゲームじゃないですか、それは。ひどい友達ですね。ひどい友達です。今までの友達です。あー、ほんと。宇都さん、もらった時、本当に嬉しかったんですけど、食べて、わー、なんか、悲しい味が。すぐトイレットで行くって、はいはい、全部。友達、どうしたんですか。あ、友達に死にます。はい、さっき僕は、あ、バレンタインデーで僕がチョコレートを作ってお母さんにやあげました。僕は作ったことないんですけど、ね、あ、ありますよね。何もペペロで行く時、僕たちが全部お母さんのために作ったんですよね。あ、ペペロデイの時、あ、デビュー前ですね。そうですね、デビュー前のイベントに、はい、はい、懐かしいな。僕さっきなんかインスピレイで、インスピレイが意外に思い出ませんですか。なんかあまり、なんか今日僕抽選会参加して、今日がなんかいい思い出になると思います。じゃあ今日はコーンがついてる日ですか。誰と一緒に、あ、誰のボックスに、はい、ボックスに、僕セビンさんに2個、うん、そして行こう、サモンさんに行こう、はい、ウソンにはな
ですけど。質問？知ります。なんで？なんで？なんで？僕には？ないです。じゃあ、はいはい、次の質問。はい。なんかせっかくになんか抽選会の話が出ちゃって、はい。今から抽選会をやりたいと思います。よよ。抽選会のものは、はい、だから服ですよね、服で抽選、はい、僕たちが抽選会、はい、人生抽選会、この抽選会は、はい、僕たちが、はい、ねねが活動した時、はい、着た服を、はい、あげます。いやはい、すごいですね。すごい、さっき見ました、はい、さっき後ろで見ました。お久しぶりですね。はい、そうですよね。はい、今からよろしくお願いします。ウーイエーグレグレガチキスマル。じゃあ、はい、一人ずつ行こうです。行こうか。おー、下げるたくさん入るじゃん。ありがとう、ありがとう、皆さん。チェブいいですね。はい、一個選んでください。はい、チェムさん、次は何ですか？はい、
バレンタインのお集合写真撮りましょうか。はい、はい、バレンタインのお集合写真。チョコレート、チョコレート、チョコレートは生育。あ、これ思い出した、思い出した、イエーイ、思い出した、セミくん。はい、いきます。1、2、3。はい、もう一回いきます。1、2、3。はい、ありがとうございます。はい、次の曲は何ですか、サゲくん。はい、次の曲は桜咲くこの季節と、もう僕たちのタイトル曲